そうですね、まだ現実味がないというか、ノーマルなのかパラノーマルなのかニューノーマルなのか、私自身も現実味がないんですけど、皆さんにこうやって私自身が新しいゲームスタジオを立ち上げられたということを報告できてとっても嬉しいです。中村郁美です。スタジオ作りました。幸い、私には時間がすごくありました。で、健康を取り戻して妊娠して出産して、でそれとともに同じ時期ですね、コロナが蔓延してしまって世界が変化をした時に、自分も何か変化しなきゃいけないし、こう考え方が変わった瞬間ではありました。で、次のステージとして、そうですね、2018年から2019年の間に、ツイッターとかでご存知の方多いと思うんですけど、いろんなスタジオだったり、いろんなアーティストの方たちに会いたいなって、でもう一回外の世界というか勉強し直したいなと思って、いろんなものを見させていただいたんですけど、それをいわゆる、私はAAA とか作ったこともないし、何かレジェンド的な作品を作ったわけでもないんですが、一般の開発者としていろんなスタジオを見させていただいて、ゲーム作品を作るっていうとこよりも、アーティストたちがもっとゲーム作り楽しいなって思えるような、クリエイティブを生み出せるような場所を用意したいんじゃないかなって自分で思い始めたのがスタートのきっかけでした。わー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 So many people. E3 がなければこんなスタジオを作るなんて思いつかなかったと思いますし、開発にいればいるほど素晴らしいアーティストっていう人たちがいっぱいいることを知っているからこそ、とある作品のとある開発者として終わるのではなく、何か私もやってるんだよって、私も頑張ってこれ作ってるんですっていうのを認めてもらいたかった自分がいるんじゃないかなと思うんです、 E3 を思い出すと。なので E3 という場所とそこに登壇していいよって言ってくれた周りの環境には本当に今でも感謝してます。ありがとうございます。ファンシンスタジオは、異文化の交流だったり、そういうのの異文化の共生世界、いわゆるクロスカルチャーワールドを主体にしてまして、とにかく国際意識豊かなメンバーが集まってます。で、開発者としてはスペシャルスキルを一つ持っていて、ジェネラリストである活躍ができるメンバーが集まっているので、かなりユニークなスタジオになるかと思っています。私自身すごく違う異なる文化を勉強する、知ることが大好きなので、多分会社のメンバーもそういうメンバーが集まっていて、だからそうですね、異文化を知ることで生まれる新しいアイディアっていうところがスタジオ設立の醍醐味になるかなと思います。ゲーム作りとすごく似てるなっていうところがあって、この大きな空間をどうやって開発者たちが使いやすいスタジオを作るかっていう点で、弊社の、レベルアーティストに頼んでグレーボックスを作っていただいて、でアンリアル5で実際に歩いて、あ、これちょっと使いづらいかもとか議論しながらレイアウトを決めていったのが、まさにゲーム作りと同じ工程を踏めてユニークなポイントでした。まさにオフィスとは呼びたくない環境を作ってます。とワクワクするような環境、ここがオフィス予定地なんですけれども、いわゆる開発者たちがなんか遊牧民みたいに好きな時間に好きな時に、来れるような場所を用意するのが次のオフィスのスタイルだと思ってます。特に私たちは、ビデオゲームっていう枠にとらわれず、いわゆるエンタメ関連のメディアに通用する新しい IP を生みたいと思っています。例えばアニメだったり、教育だったり、あと
アパレルだったりそういうところにも影響ができるゲーム作品を一つ作って、大事に成長していこうかなと思ってます。まあ、私たち今生きている私たちって個々をすごく大事にする、時代に生きていると思います。で私自身も自分自身をこう抑えて生きるよりは、まあ、こういう私を出してこの私を好きになってくれればいいって思って馬鹿正直に生きることにしているんですけど、そういうなんか等身大の私たちがいるようなキャラクターたちが出てくる、ゲームにしたいなと思っています。語れることは少ないんですけど、シナリオだったりキャラクターだったりっていうのに非常にこだわりを置いている作品になると思います。でその中で特に私が本当にここ最近生きていて感じることが個々を大事にする個を大事にするっていうあのところなんですけど、いわゆるこうあの個性とかマイノリティとかを全面に出して等身大の私たちがいる、でもう出てくるキャラクターオープンマインドでいろんな文化を共有しているような世界観っていうのを重視している作品になると思います。多分私あんま変わってないんですよね。ずっとちっちゃな頃から変わってなくて、ちょっとミステリーが好きでホラー映画が大好きでゾンビに恋してでスーパーナチュラルだったりとかサイエンスフィクションですねっていうジャンルが非常に魅了されてるし得意なジャンルでもあるので、それに関連する、作品を作り続けるっていうのはもう死ぬまで変わんないかなと思います。はい。